プラット軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は3万1662人で、軍庁所在地はコロンバス。ネブラスカ州のナンバープレートで、プラット軍の車両は最初の数字が10になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、プラット軍の車両登録台数が州内の軍の中で10番目に多かったからである。 アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1785平方キロメートルである。このうち1756平方キロメートルが陸地で、29平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの1.60%が水地域となっている。 2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、プラット軍には3万1662人、1万2076世帯、及び8465家族が暮らしている。人口密度は18平方キロメートルで、7平方キロメートルの平均的な密度に1万2916件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、 白人94.29%、黒人0.35%、先住民0.28%、アジア系0.40%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種3.49%、及びパ欠1.15%で6.54%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。プラット郡に住む万 2, 世帯のうち、 36.10%は18歳未満の子供と暮らしており、59.20%は夫婦で生活している。7.60%は未婚の女性が接待種であり、29.90%は家族以外の住人と同居している。25.90%は独居で、全世帯の11.40%は65歳以上の独居老人世帯である。 一世帯あたりの平均人数は2.59人であり、家庭の場合は3.14人である。軍の住民は29.00%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が8.10%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が21.60%、 および65歳以上が13.80%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は98.40に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は95.60に似いる。軍の世帯ごとの平均収入は39,359ベイドルで、家族ごとでは47,776ベイドルである。 男性の3万672ベイドルに対して、女性は2万1842ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は1万8064ベイドルである。総人口の7.70%、家族の5.40%は貧困線以下である。18歳未満の子供の9.00%及び65歳以上の6.80%は、 貧困戦以下の生活を送っている。門ンのダウンタウンプラットセンターのダウンタウン、ありがとうございます。